米沢みのるしん、小市民、シリーズ周期限定グリキントン事件。周期限定グリキントン事件は2009年に草原推理文庫から刊行された米沢みのるしんの推理小説。小市民シリーズの第3弾。これまで連作短編形式だった全2作と異なり、上下巻で構成されたシリーズ初の長編となる。時系列は前作。 夏季限定トロピカルパフェ事件の直後となり、主人公のジョー・ゴロウ、幼いの高校2年からの2学期から3年生児の2、学期までの1年間が描かれ、彼らの抱える奇妙な屈託に決着がつく。また、本作ではシリーズ通じて語り部だった、ジョー・ゴロウ以外にも、本作で登場する、小助内の彼氏、ウリノ・タカも語り部を担い、ジョー・ゴロウと、ウリアの二人による一人称視点で、 本作は展開される。観光当初の課題は、周期限定マロングラッセ事件だったが、正式タイトルを決める際にマロングラッセの甘いものとして魅力的化を争点に魅力的なタイトルは何かと話し合いが行われたという。ただし、クリーキントンやマロングラッセは、作中では一種の比喩として登場している。また本作で登場するウリアは、 物語の構成にも必要だっただけでなくコスケナ内の心情をブラックボックスにするというシリーズの性質上からコスケナ内サイドの視点人物として用意されている。またウェブサイトブックジャパン内における著者と書評家の杉江松恋とのインタビューで本作はアントニー・バークリーが創造した探偵であるロジャー・シェリンガムが登場する初期作品の要素を取り入れたことが明かされている。 このミステリーがすごい。2010年版では10位を2010本格ミステリーベスト10では11位を記録する。小助内が誘拐された夏季限定トロピカルパフェ事件をきっかけに小一民を目指す目的を共有していた語形関係を解消した上五郎と小助内。その後の2学期上五郎はクラスメイトの中丸に放課後の教室で告白され、 彼女と交際を開始。バス内で校舎ボタンを押し間違え、次の目的地に降りるのは老婆か女子高生か。中丸の兄の住む部屋に侵入しながら何も、盗まなかった泥棒の目的と中丸と過ごす中で、浮かぶ謎に推理を働かせつつも、中丸とのデートを楽しんでいく。新聞部所属の一年生、ウリの高彦は、新聞部が発行する月報船戸が、 学内の決まった話題しか取り上げないことに不満を抱き、学外の話題を取り上げるべきと訴えていたが、部長の言語に反対され続けていた。そんな中、ウリアは、新聞部に出入りしていたコスケ内に惹かれ、告白しコスケ内と付き合うことに。そしてコラムという形で学外の話題をかける機会が、周り、ウリアは、市内で、断続的に発生している連続放火事件に着手。 放火犯の犯行の法則を見つけたウリアは、月報、船戸に次なる犯行現場予測を記載し、その予想を的中させてゆく。やがて生活指導部や新聞部内など周りに反発する声がなくなってきたウリアは自分たちの手で、連続放火犯を捕まえようとする野心に、傾倒するようになる。一方、連続放火事件に対して、野獣馬的興味しか抱いていなかった。 上五郎だったが、小助内の誘拐に使われた車が、連続放火事件のターゲットとして燃やされたことから、事件と新聞部内の動きに、小助内の影を感じ取り、自ら事件の解決に首を突っ込んでいく。一学期となり引退した剣吾に代わって部長になった、ウリアは、小助内のそれとない精止を聞かず、五日市や新入部員を率いて放火犯逮捕に向けて、 夜中に巡回を開始する者の,の放火犯の執法をつかめずにいた。上五郎は、健吾と共に連続放火事件を解決するため、小助内と新聞部の動きについて調べるが、小助内とウリアの関係を教えてくれた吉口から中丸が、二股をかけている上に、大学生の本命がいることを知ったことが、きっかけとなり、浮気疑惑を含め、恋人のことを露ほどにも、関心を寄せない。 ジョ郎ゴローの将軍を悟った中丸に別れを切り出され、破局する。そして台風により、犯行が行われなかった6月、再び犯行が行われた7月を経て、ジョ郎ゴロウと剣後、ウリアは事件を終わらせるべく8月を迎える。ジョ郎ゴローは一番に出くわした放火現場で小助内と再会する。その後、小助内のもとにやってきたウリアは、自分を止めようとする。 小助内の不審な言動から、小助内を放火犯だと急断するが、逆に小助内に放火犯ではない論破されて、うなだれながらその場を去る。小助内とウリアのやりとりが終わった後、剣後から犯人を捕まえたと連絡を受けた、ジョーゴロウは、小助内に事件の真相を語る。それは初めに、少佐内誘拐事件に使われた車が狙われたのは、単なる偶然だったということ。 ウリアが発見した放火犯の法則が4件の犯行の時点では関連付けられていなかった現場にウリアが共通点を見出しただけに過ぎなかったこと以降の犯行が月報船戸のコラムの犯行予測に基づいて行われているということだった。そこでジョーゴロウは内部協力者として五日市と組部長になって部の仕事をおろそかになったウリアの隙を狙い、 犯行時点で、船戸構生ではない一年を除く二年生以上のクラスごとに、崩壊予測に細かい場所指定をした新聞を何通りか作り、ウリアの仮説を直接知る機会のある人物を炙り出していった。そうして捕まった犯人は、北に友人だった。そして小助内のこれまでの暗躍は本気でウリアのためにしたものだったことも明らかとなる。恋愛の中で図らずも、 自分の本性を覗かせても手応えを感じなかった。上五郎と小助内は必要なのは小市民のお旗ではなく自分を理解してくれる誰かだという結論に行き着き再び一緒にいることを決めるのだった。実験後の9月5日市が書いた月報船戸のコラムには無くしゃしてやった。 友達が大騒ぎするのが面白かったという氷谷の犯行動機を取り上げ、案に騒いだ友達のウリアを非難する内容が描かれ、小助内に振られる形となったウリアは友人に馬鹿にされ、前まで部下同然だった部内の同級生に皮肉を言われる結果となった。和風喫茶、桜ンで小助内に誘われ、栗キントンを食べに行った、ジョーゴロウは、 コスケに自分が犯人だと疑われるような行動したのはウリアに自身を犯人だと告発するための復讐だったと指摘する。コスケがウリアに復讐しようと決心した理由とはウリアに忠告した際にウリアが勝手にキスしようとしたからだった。ありがとうございます。